か皆さん到着した感じですね。とりあえずご挨拶をしてまいりますかね。おはようございます。あ、モリシーさん、いつもコメントもらってます。あ、スーさんですね。どうもどうも、初めまして。ダマヤさん、よろしくお願いします。これだ、ダマヤ、これダマヤさんのやつ Z900、 久々 ZRX1200S、 久々ですね。スーさんの声で紹介やってもらおう。紹介って、これモリシーさん、Z900 今日だから3台ですよ。これ金物屋さんの Z900 でしょ。これスーさんと全く同じ絵面になるんです。でこれが大野さんの GS850GS で、これが師匠の NC7半 DCT ですね。あれ、ちょっと映像には出さないですけど、ヒゲがなくなってますよ。ヒゲがよく気がつきました。なんか若返ってんじゃない。誰も気がつかないですよ。若返ってんじゃないですか。なんか気がつかないですよ。そうなん。それっていうか、うちの神さんでさえも一言も何もない。マジっすか。はい、モリさんの、この後ろ姿はもうおなじみですね。このジージャン、で、スーさんがラマ貼って買い替えた。ということで、今日はバイパラから、これからですね、伊豆スカを走って修善寺の方まで行こうと思います。そういうことです。 1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、じゃあこれから修善寺方面に向かって食事ですね。もう11時過ぎたんだ。シマウマ号がかっこいいっすね。 ZRX1200S。とりあえずじゃあ伊豆スカイラインの入り口までですね。はい、じゃあ伊豆スカイラインに入りました。おお、やっぱこれ面白いですね。サンキューマルデュークで伊豆スカイライン、うわ、早い。とりあえず大型についていこうと思ったら、ここはもう3速4速キープですね。回転も6000ぐらいキープしていかないととてもついていけないですね。うわ、気持ちいい。富士山のビューポイントですよ。ちょっと雲出てきてますけどね。朝はね、全然雲なかったんですけど、あ、今日は景色より走りメインですね。途中休憩なし。やっぱ8台も連なって走ると前の方がね、もう見えないですよね。はい、亀石ですね。亀石で一旦降ります。はい、亀石で休憩しましたんで、こっから再スタートですね。はい、はい、適当にじゃあ出ちゃいましょう。とりあえずスーさん一番後ろ行きますか。一番後ろ行く、排気量ちっちゃいからついていけなくなっちゃうから。いや、嘘、そっちの方が早いって。軽量ハイパーなんだから。こっから修善寺方面チェックがあるの。このベニホオズキさんっていうのは何か知ってたんですか。前にね、年が来た時に一回友達とそば食べてました。あ、そうなんだ、はい、取る人を取るみたいな。そばが来ないです。マイク付きでもう、はい、すごいこと。そうか、
蕎麦まだ来てなかったそうそうそう。じゃあいただきますって感じで。伊豆半島こんな奥深くまで来るの久々だな。まあそんなまだ深くはないけど。これでもまだ半分も行ってないんじゃない？うん。そうだね、半島のまだ付け根うろうろしてる。すごいよな伊豆半島って。あ、帰り帰んのやだな。小田泊まろう一緒に。小田原泊まろうよ。明日会社行かなきゃいけないんだ朝から。あら出社なの？うん。俺も師匠も大丈夫だよ。ツイン取ってやるから。あ、じゃあ僕失礼いたします。泊まろうみんなで。うん。飲み行こう。スーさんやばくなってきたぞ。あら。スーさんダートっぽくなってきたぞ。でも島ダートの入り口に。シマウマさん ZRX だからな。どうなんだろう。ダートの入り口にはよくある風景だよな。でなんかゲートがあったらやばいよ。あここね。あここなんかここ動画で見たことあるような気がする。はい、朝日滝というところに来ましたよ。自然なんだってこれで。自然なの、うん、自然にこれになってんの、うんうん、絶対石垣だよね見た目すごくないですかこれ、うん、上からってかかってくるんですね。いや、あそこまで行けますから階段で誰かちょっと勘弁して俺の代わりにそれは無理でしょう。ちょっと無理だ。岩山なんだね本当はね、これ全部ね。はい、これ大平神社って言うんだっけ。大平だか、なんだろう、太平だか。太平、あそこに書いてある？大平ですね。あ、大平神社。大平神社に来て、朝日滝を見たと。いいな、なんか動きが軽快でいいな。ね、軽そう。いかにも軽そう。軽いからこれ。ぐるっと回ろうとは思わないな、このバイクで。絶対に。軽いんで。なるべく旋回する数を少しでも減らそうと思うから。うん。大平神社。大平神社から韮山の反射炉に向かうという。今日はちょっと私は反射炉の撮影はしませんけど、あの私が過去に過去に上げた動画を見てくださいっていう、そういう感じでそういう形であのやりたいと思いますけどね。あ、なんかもういきなりあるんだ反射炉。いきなりですよ。いきなり見えるんだね。そう、こっからはやっぱり時代があれだからそんなに背は高くないんですね。そうだね。そうそうそう。俺もうちょっとでかいのかなと思ったら煙突が。うん。韮山峠からまた伊豆塚ですね。じゃあ。ああ、なるほど。熱海峠まで。あ、本当だ。これで伊豆塚に繋がるのか。なんか。熱海峠、熱海箱根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 方面。少ない。OK。金物屋さんがまた戦闘態勢に入った。ちょっと見たいな。金物さん。大野さんの後ろですか？俺の後ろの後ろかな。自分の前。森進さんの後ろ。そう。やべえ、金物屋さんが先に行けっつって今から煽られることになりそうです。やばいことになりました。ほら言ってるからだよ。気がついたか。気がついた、聞こえたんだよ。うわぁ。ちょっと俺が煽ってやるから。
やっぱそのデュークの実力を見せてるなって。やーべえ実力ないっす金物屋さんもなんか実況中継してたりして。うん、してんじゃない、うん、してる、うん、多分してるよ。はい、熱海峠終点です。はい、もう熱海峠だよ。小田原で解散ということで右行ける？行けますね。行ける行ける。おいよいしょ。それじゃあどうも失礼します。お疲れ様でした。どうも。はい、そして帰り道ですね。もう日も暮れてしまいました。今日はですね、シマウマさんとかボーノさんですね、総勢8台で伊豆箱根マスツーリング久々にしました。じゃあこのまま家まで安全に帰りたいと思います。それではまた、ほんじゃねー。